皆さん、つめつめの行き先表示ってテンション上がりませんか？例えばこういうの、東線経由、新大阪、大阪、その狭いスペースによく詰め込んだなぁというのと、これ拡大して見てみますよ。これ線や形って読めますか？読めないですよね。もはや原型をとどめておらず、字形は崩れています。でも遠目で見るとそれはやはり線であり経由の形なのです。もう一丁行ってみましょう。じゃかじゃん、和歌山方面キータナベ、キーのあたりが悲鳴を上げています。不思議なことに、こんなにも読ませる気がなさそうな文字でもやっぱり読めるんです。そして奇襲字快速、これははっきり言えます。読ませる気がなさすぎます。でもよく見てみるとやっぱりそれは奇襲字快速と読める。不思議、よく詰め込みましたよね。文字を詰め込むのにはある種の職人技が必要であり、美しくそして読める詰め詰め表示は一種の芸術作品となり得ます。今回は関西圏の JR 線で見られる詰め詰め行き先表示の世界へ踏み出してみましょう。まずは種別編。関西圏の JR 線に設置されている発車表では基本的に種別部分の表示が4文字分の幅、3文字分の幅、2文字分の幅で3種類用意されています。この動画では慣例に倣ってこれらの横幅のことを桁という単位で表し、これ以降4桁、3桁、2桁と呼び分けます。この2桁の表示が第一のターゲットです。例えば新快速、関西の JR 線といえばやはり新快速電車は欠かせません。こちら非常に収まりよく文字を詰めてありますね。少し窮屈そうですが、2文字分の幅に1文字増えた程度だとまだ余裕があります。もう1文字増やしましょう。直通快速、本来2文字しか表示しないスペースに倍の4文字も詰め込んでいるためキチキチに詰まっていますが、ちゃんと直通快速と読むことができます。なお駅によっては4文字出すことを諦めて直快と略して表示していることがありますが、こんなのは言語道断です。正式名称を詰め込んでこそ詰め詰め表示は輝きます。動詞のものとして関空特急も存在します。こちらは関西空港行きの春か号限定の表示です。ちゃんと読めるし美しい、こういうのです。こういうのをもっと見てみましょう。関西圏では丹波寺快速、大和寺快速、紀州寺快速といった行き先の旧国名を冠した快速列車が運転されています。代表例が動画冒頭で紹介した紀州寺快速の5文字を2文字の幅に詰め込んだものです。だいぶギリギリです。州の字が横に詰めやすいからこそまだなんとかなっていますが、縦線の画数が多い漢字ばかりだったらできなかった芸当です。同じ5文字の種別でも丹波寺快速は2行に分けて書く形式になりました。2行に分けられるとちょっと邪道感が出てくるのはなぜでしょうね。1行で勝負してほしいという気持ちがあります。またすでに見られなくなってしまいましたが、宮古寺快速の6文字を2文字の幅に詰め込んだのもありました。ちゃんと読めるのがすごくないですか？ひらがなは画数が少ない分小さくコンパクトに詰め込みが効くようです。あと丹波寺快速と宮古寺快速は一部のパーツが共通しています。それでは関空紀州寺快速はどうなるのと気になる方多いですよね。関空紀州寺快速は残念ながら入りきらなかったらしく、関空紀州寺とだけ表示されます。いやそれは邪道じゃないってことで、関空紀州寺快速を2文字の幅に詰め込めないか試してみました。結果できることにはできましたが、これを何人が正しく読めるか識字力テストみたいになりそうなので現実的ではないですね。次に列車名及び乗車位置の表示です。乗車位置の表示は面白くないので列車名の表示を中心に取り上げます。列車名の表示は何種類か確認されていますが、一番文字が詰まるのは当然列車名2文字、号数2文字の割り振りでしょう。これらの表示は JR 宝塚線、阪和線、湖西線の限られた駅でしか確認されていないかなりレア度が高い表示となります。阪和線では黒潮の運用車両としてサンパー1系車両が現役だった頃、乗車位置を A、B、C の3つのアルファベットを用いて区別していました。その当時は2文字の枠に対し黒潮 A、黒潮 B、黒潮 C のように
5文字を詰め込む表示が見られました。アルファベットだけ黒抜きになっているのが芸術点高いです。他にも湖西線の駅ではサンダーバードの7文字を2文字分の幅に横1列に詰め込むという芸術点が高すぎる表示も見られます。この表示、昔はサンダーバードで2行に分けて表示する形でしたが、旅客案内システム更新の折に1行で書くスタイルに変更されました。これは表示制作者さん、グッジョブです。やたです。そして行き先表示、行き先表示は4桁で固定されていますが、4文字で収まることが少ないのが JR 西日本です。関西圏の JR では京都方面前原、神戸方面加古川のように主要駅を方面として案内する表示や、東西線経由塚口のように経由路線を詰め込んだ行き先がいくつも用意されているため、まずはその中から詰め詰めのやつを探しましょう。エントリーナンバー1、ユニバーサルシティ方面桜島。関西のテーマパークの王者ユニバの最寄り駅が意識高い系カタカナ駅名をしているので、それを詰め込んじゃった反則級に詰め詰めの表示です。カタカナなのでコンパクトに収まっていますね。続いてこちら、西九条大阪方面京橋。漢字で2行はやりすぎや、潰れて読めん。いや、ギリギリ読めますね。これ視力検査と識字力テストを兼ねた究極の行き先表示です。これと似たシリーズで大阪京橋方面天王寺の9文字を横一列に詰め込んだ非常識すぎる表示もかつてありましたが、さすがに消えました。また経由路線シリーズだと東西線経由に松井山手、同志社前、甲子園口のような4文字駅名を詰め込んであるシリーズがぶっちぎりに文字数多いです。てかこいつらも横一列で9文字詰め込んでいますね。続いて並結列車シリーズ。並結列車なので複数の行き先を詰め込んだヤバい方々の登場です。まずは関西の並結列車の王様、関空紀州寺快速。関西空港和歌山行きも十分ヤバいですが、関空快速が臨空タウン止まりになると臨空タウン和歌山というさらにヤバさに磨きがかかった表示が用意されています。ちゃんと臨空タウンでの折り返しが想定されているのはいいことです。狙えば見れる詰め詰めの並結列車の行き先表示といえば、高松琴平出雲市行き。サンライズ号が琴平駅まで延長運転を行う日に姫路駅限定で見られる表示です。まるで3方向に分かれていくような表記ですが、実態は高松方面琴平行きと出雲市行きの2本ですので、お間違いなく。それでは一番文字が詰まっていない表示と一番文字が詰まっている表示を見比べてみましょう。まずは詰まってない方から、じゃん。種別は2文字の幅に2文字、乗車位置も無理なく表示。行き先は4文字の幅に1文字、遅れもなし、余裕ありすぎですね。そして詰まっている方がこちら、じゃん。紀州寺快速サンダーバード100号大阪京橋方面天王寺、読めんわ。